はい、どうもシルビーです。おはこんばんちは。今回はキルコンフォームド、まあ飽きもなんてしません絶対してやるか一応ありますけど、またあの後ですね、ちょっとやったんですけど悲しみを超背負いまして、もうやいいやって感じですね。また気分転換にやりますけど、メインはやりません。今回キルコンフォームドですね。一応6633かな、ギリギリなんか試合が始まったんですけども、ちょっと人数足りてませんね。このゲームモードはね、敵を倒すとタグを落とします。それを取るとポイントになる。で、味方のタグを拾うとポイントを回収できるっていうですね、そういうモードです。なのでタグを回収する、TDM のちょっと移植版ですね。設定が変わった版、私これすごく好きで、なんでこんなに人がいるのかわからないんですけども、見えたのに気づかなかった。おお。こうやって取る、これで取ってポイントになるって感じですね。これを取らないとポイントになりません。ルールとしてはそれだけなんで、非常にシンプルです。特にそれ以外に何があるわけでもないので、ちゃんとタグは取りましょう。これ味方のを取ると回収でポイントも入るんでね。回収しまくと割とキルストリークが TDM より溜まりやすいと思います。だから敵を倒すだけでダメっていうモードでございます。こうやって溜まっていきます。ダメですね。今さすがのマトリックスちゃんでもちょっと距離が足りなかったかなっていう感じですね。返しだ、倍返しだ。ちょっと流行りに、若干流行りを送る終わった感じですけども、乗ってみました。人数が3対5っていうちょっとひどい状態になって、人数差がありますけども、まあなんとかやりたいものです。けど人数差があるのが私としては嬉しい感じですかね。逃げますよ、逃げますよ。残念、取れちゃいましたね。まあ9個の9個という感じですか。お、ちょっとラグいですね。ホストがラグっておりますね。人が集まんなかったんで、多分割とですね、遠くの人というのはピングが重い人ともマッチングしたんだと思います。でかつその人が、ホストになってる可能性があるかなって感じですね。もっとこうね、TDM とドミネーションに人が偏りすぎてるんですね。もうちょい他のモードもやろうよって感じですけども、面白いと思いますけどね。残念、リロード中でございました。ちなみにリロードはですね、シフト、ダッシュキーでですね、リロード最中でもキャンセルできます。で、リロード直後に、終了直後にダッシュすると若干リロードの時間を短縮できます。覚えておいて損はないので覚えておきましょう。いって、失敗しました。敵が見えた。リロードがやっぱりね、マトリフクちゃんはリロードが長いですよね。まあとりあえず回収だけしといたって感じですね。いやー、マトリフクちゃんはね、この距離でも撃てるのが素晴らしい。そんなところで寝てて大丈夫か、寒いだろ。残念、それハーンドまで行ったんですけどね。
とにかくタグはしっかり回収しましょう。だから TDM より面白いんですよ。ただ敵を倒せばいいだけじゃないんで。ただね、ルールをね、わからない人が結構います。なんでここでルールを覚えて、みんなキルコンホームドやですね、あとクランクトをやりましょう。クランクトは本当に人がいないですね、割と面白いと思うんですけども、新モードですね、このこれになってから、ゴーストの新モードですね。なんか出てますけども、ありがとう、助けてくれたようだ。OK。落ちた、死ぬ。あー落ちて、て死ぬ。せっかくねキルスリーク溜まったのに残念。そこにもいたけど敵が。あれを取らないとダメですからね。で、だからスナイパーとかは結構行きづらいわけですよ。倒しただけじゃダメなので。でね。じゃあね。よし。ちょっとラグりましたね、今ね。敵の武器を奪うとね、格闘で。なんかクリアしましたね、クエスト。クエストっていうか、あのカバンをカバンでクエスト、その試合のミッションみたいなのが出て、ショートミッションみたいなのが出るんですけど、それをクリアするとこうやってキャッパクション、セントリーガンですね。セントリーガン、じゃあこの辺に置いておきましょうか。あんなのもう適当に置いときゃいいんです。おーおーおー、もったいない。だけどあの武器なんですかね、面白い音がしましたね。ヘッドショット、惜しかった。もっとガツガツいけると思ったんですけど、いけなかったですね。スペシャリストは面白いですね、キルを取れば取るほど強化されていくので、結構大化けします、特に中盤から。あの、まあただキルストリークの方が安定性は高いですよ、もちろん。自分とは離れたところでできるので、そういったのもあるんですけど。なんか今攻撃を食らった。いて、割といい感じですね。飽きんぼなんてやってたまるか。割とトラウマを作っておりますけども、飽きんぼちゃん。私にトラウマを植え付けた。あら、壊されちゃいましたね。ワンちゃんがいますけど、あそこに。ワンちゃん行こう。ワンちゃん通ろうぜ。さすがにバレバレでした。あれね、本人じゃないとあんだけ長いわけです。投げた本人だとすぐ取れます。あれ、味方に対する嫌がらせか？それともおとりでやってるんでしょうか？みんなして狙いに行くっていう。
みんな特に私は釣られまくってますね。あれ餌か、私用の餌ですね、完全に餌。まああっちにいるの分かったんですけど、残念。ちょ、これ取れないとダメなんですよ。取られちゃった。出ないされましたね。残念。出ない、出ないってね。OK、いただきました。65でクリアなんですね。グッドゲーム、グッドゲーム、グッドファイトってことですね。マトリックスちゃん、いい機体です。機体じゃない。キャラでもない。武器。ね、武器でございます。敵は一人抜けましたね、途中から。人数負けてたのにもかかわらずこっちが逆転してるので誰かが抜けたんでしょう。そんな感じでございました。タグ29個がっつり取りましたね。キルコンホームの実はクエストがあるんですよ、これね、こっかな。取りましょうね、ドクタグ。そうなのでちょっと やってみた。うまくねマッチングしたのが良かったですね。これをキルコンゴをしばらくやっていこうかと思います。それでは最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。キルコンホームや、このモードや TDML もこういうモードやですね、クランクドをやりましょう皆さん。というわけでまた次の動画でよろしくお願いします。シルビでした。